こうとも書こうへお主らに頼みがある。どうしたんです殿、そんな風に改まって。今孫吾に圧力をかければ我らに対し劉備孫権が構えるという、この均衡を崩せるやもしれん。だがそれにはお主らの協力が必要だ。要はお前の無茶に付き合えというのだろう。何を今さら、いつものことではないか。で俺たちは何をすればいい。劉備を漢中へと誘い出し、その間に関羽を討つ。何だと。漢中は覇食にとって喉笛、わしが兵力を手薄にすれば奴は喜び勇んで奪いに来るであろう。同時に孫権と慶州攻略の密約を結ぶ。慶州の奪還は奴らの絶望するところ。関羽を共に討とうといえば断りはすまい。確かに奴らの同盟は危ういものとなっている。孫権をこちらにつけることはできるだろう。だが劉備どもにこれを蹴取られでもすれば、漢中と慶州を一気に失いかねんぞ。そこをバレないように漢中をきちっと守りつつ、ひょっとすると攻め取れそうに思わせる。なかなか大変な芝居ですな。慶州へ兵を回すため漢中には精兵を残し、兵の数は減らす。これだけでは策を感づかれるやもしれん。だがその精兵を率いる師匠が我が国王であれば、まず疑われることはないだろう。そこで俺たちの出番というわけか。分かった、漢中のおとりは俺がやろう。いいってトンニ、そっちは俺の役目だ。慶州には関羽を討ちに行くんだぜ。その戦いにトンニーがいないってのは嘘だな。ねえ殿、ならここはこの加工妙才の出番ですな。うん、任せた。劉備は兵力を整え全力で攻めてこよう。かなり危険な役目になるが、頼むぞ加工へ。なんの、一番大変なのは殿でしょ。これから西へ東へ行ったり来たり。もう若くないんだから無理しないでくださいよ。うん、言ってくれるな。関羽を討ち、三国の均衡に楔を打ち込む。頼んだぞ二人とも。ああ任せておけ。さて孫権との密談の場所を決めねばならぬか。今までの関係を変えようというのか。あえて因縁あるが自粛あたりがよかろうな。ついに劉備が漢中に攻めてきた。この漢中は絶対に守り抜かなきゃならねえ。けど器用な、そんでもって決まれ。いいなお前ら。ああ、なんと秀麗な鼓舞でしょう。この趙春雷、花公園将軍のもと美しく漢中を守り切ってみせましょう。父さん、そんなに気張らなくてもいいんじゃ。なに息子よ、覚えておけ。俺様くらいになるとな、特段気張らなくたっていつでもたぎってるもんよ。ああそこはそれ、男の年輪ってやつだ。お前はお前で自分らしくやるこった。はあ。一体どうしたんだ急にあんなこと。
縁のやつ、いつになく気負っているな。やっぱりそうなんですかね。自分で気負うなって言ってるくせに。俺もあんな父さんを見るのは初めてです。お前は大丈夫そうだな。縁をよろしく頼むぞ。え、俺が父さんをですか？父さんの力になれればいいけどな。さて、劉備どもを追っ払うとするか。この漢中は絶対守り抜くぜ。徳軍の士気はかなり高い様子。花光園将軍、今は慎重に参りましょう。劉備殿が有志するにはこの漢中が必要。さっさと譲ってもらうとしよう。ここは義にとっても用地。私の命に変えても守り抜く。報告、毛尾の高木に破損があるとのことです。おいおい、そういうのはしっかりしとけよ。じゃあね、ちょっくら俺が直しに行くか。
時に羨ましく感じます。来て、いいところに連れてって。
やっと見つけた。バッチ、もうお前を逃がさない。何、短期で突撃してきただと。ほら、包囲して押し潰すぞ。よっしゃ、俺たちがここを守ってやるよ。機は熟しました。トラ戦車部隊、進軍を開始してください。月影殿からの合図があったぞ。トラ戦車部隊、進軍開始。くそ、俺としたことがまんまとはめられたか。そろそろです。
チッ夢は戦車を始めてくださいうてよよし諸葛亮殿の合図だ皆敵軍に矢の雨を見舞ってやれえい動じるな慌てては敵の思うつぼだやつら、トラ戦車を恐れもしないとは。月影殿、面目ない。私の罠が破られるとは。皇后様の心酸を乱してしまいました。油断しました。伏兵部隊、今です。ようやっと出番ですね。さあ、ここから暴れさせてもらいますよ。奇襲か。正面から勝負に切れがれってんだ。ここまでか。諸葛亮殿、申し訳ない。こりゃ随分手薄な防具だよっしゃ俺たちがここを守ってやりゃここまでは全て私の計算とあとは包囲して討ち取るだけですさすがお見事な策ですさあ仕上げは私にお任せくださいずっと伏して待った結果がこれとは月影殿力を及ばず申し訳ない私の罠が破られるとは孔明様の心酸を乱してしまいましたなんということだ私が策をついえさせてしまうとは手強い相手ですですが希望を失ってはなりませんよ敵将加工拳銃が打ち切ったさすがの腕前ですこりゃ随分手薄な防具だよっしゃ俺たちがここを守ってやりゃジッター訓練してるみてえだな全力で行くぞHuh!
ースな防具だ。よっしゃ、俺たちがここを守ってやるよ。戦ぶり。
て。
この矢の雨では身動きがままならん。よう、ジジイ、ずいぶんお盛んじゃねえか。もう十分だろう。俺の弓で寝かしてやるよ。抜かせ、欲が。気持ちがいい。思い知らせてくれるわ。敵の痛いところをついておくぞ。狙うはあの地だ。行くぞ。Hmm!
ぶあったな、若造。しゃあねえ、じじい。先に行ったぜ。衣装画公園、この冒険者が打ち取って、救国花公園将軍、敵将甲冑に撃たれ戦死なさいました。父さんが…ルス太郎…まさか…そんな…ああ…なんということだ。将軍を失った動揺は兵たちも同じでしょう。こちらは今とても戦える状況ではありません。一度撤退し防衛線を引き直さなければ。各ワイドの兵の指揮をお願いします。そうですね、私たちで少しでも多くの兵を守らなければ。さあ参りましょう、加工派殿。わかった。漢中を大取りとする猛徳の策はなった。だが、お前という代償は大きすぎるぞ、エニオ。あとは任せておけ。お前の分も、俺が猛徳の道を支えていこう。